油断しただけだ。今度私がその場にいたら確実にお風呂に放り込みますからね。おかんか。こちらこそありがとうございます。俺何もしてないけどな。天音くんにはわからないところで感謝してますの。なんだかんだ俺もこの生活が気に入ってるんだよな。ですし大丈夫です。ほう、俺には38度4分に見えるんだが。それ以外の選択肢は。最初に素直に休んでくれればな。強制的にお前の家入ってベッドに放り込むからな。薬も飲んだし、あとはしっかり寝ろ。つうか、なんで無理しようとしてたんだよ。お前はいっつもなんか頑張ってるんだから、体が疲れたんだろ。そうかよ。だとしても、いい機会だと思ってゆっくりし、おやすみなさい。子供じゃないですからね。知ってる。ほら、話してほしけりゃさっさと寝ろ。